ブレイクタイム。はい、どうもこちらのツーボルです。今日はですね、AKB クリマンを開ける時間を短縮するために AKB クリマンを開けながら重大発表をしていきたいと思います。はい、それではいきます。私ですね、夏休みもう半分過ぎましたね。宿題みんな終わりましたか？こういうね、なんかダラダラしてる時にこういう動画見て、宿題終わりましたかっていう YouTuber さんがそういう言葉を言うと、お母さんがと思ってやりましたかみたいな、そういうなんか会話ができちゃうんでね、とても迷惑な言葉ですねって思います。宿題終わりましたか？僕は絵日記が残ってます。その絵日記に何を書こうか、はい、そう、まあ、旅行ですね。夏休みといったら旅行、やっぱ連休といったら旅行ですよ。やっぱね、夏休みにね、旅行がないとね、もう夏休みを感じない。いや、それはないな、それ、うん、それはないけど、旅行しなくても、うわ、すげえ、いや、やべえ、いいの出ちゃった。いや、まんじ、まんじ。見てください、スーパーマンジロココ、もうこれのもう最高、これ一番レアです、多分。うわー、スーパーマンジロココ出ました。はい、まんじ、まんじ。はい、すいません。はい、ちょっと、中断しちゃったんだけど、そのね、僕まだ旅行に行ってないんですよね。まあ、今年の旅行はバリに行きたいと思います。バリ島ですね。インドネシアにの中の島なんですけれども、まあバリ島、まあ、なんか南国とかそういうハワイとかに並ぶような、なんか旅行では王道の方行くバリ島だと思うんですけれども、今週の日曜日ですね。だから今撮影日が16日、水曜日なんで17、18、19だから19日に夜中まで、まあ、多少は寝ますけど夜中までいて、で日曜日の朝の3時に家を出て、それで木曜日ぐらいに帰ってくるという、まあ5日間ぐらいかな、にバリに行きます。なので僕今ずっとため撮りして YouTube ラジコンと物消しを一気に撮ってます。撮りました、はい。バリで撮ってくるかもしれないし、動画を、多分撮ってくる予定なんですけども、バリで買ってきたお土産を開封、ここで開封するという動画も上がると思うので、ぜひ楽しみにしてください。僕が一番楽しみなんだけどね、バリに行くのが。はい、というわけで、今回は重大発表というわけで、レゴルがバリに行きます。はい。ね、過去の動画でね、マレーシアに行く動画、マレーシアのなんかキンダージョイっていうね、なんかチョコエッグを開けるみたいな可愛い声の、自分で言うのはあれだけど、すげえガキの頃の動画があるんで、僕の海外旅行シリーズを見てあげてください。レゴルマレーシアって調べたら多分出てくると思うんで。というわけで、雑談動画でした。なんかこんなん見るのすげーだるいと思うんですけど、3分もね。はい。ただ喋ってるだけの動画です。あ、一応開けたね。スーパーマリオロコが出てよかった。はい。こういうね、なんか雑談動画みたいなのね、はい、サブちゃん作って撮りたいのよ。でもなんか撮影してる時にさ、一人でカメラに向かって喋ってると思うとキモいよね。